時は大 YouTube 戦国時代、5人の侍レイクレは自分たちよりチャンネル登録者が多い YouTuber を倒していき、天下統一を目指す。次の相手はジャーブローグ。チャンネル登録をして一緒に戦ってくれ。出陣。ミミクスアナクソペロリンチョダモクレナジクです。チャーハンムーエライカイダー。あのですね、長い間、うん、もう小学生ぐらいからかな、タカシがドラゴンボールを集めてまして、ドラゴンボールを1から集めて、やっとこの間揃ったらしいんですよ。この間揃ってシェンロンバー出てきて、シェンロンに AI 生成拡張技術をくれ、もっとあるやろということで、今回なんですけど、あの AI を使った企画を皆さんに参加してもらおうかなと。なるほど、英語やな。近年ですね、あのオープン AI が出してるなんかソラとか知ってます？皆さん。あー、そうだよ。もうほんま、これ人間の映像やんみたいな、はい、だ全部もう空想で AI が作ってはるんですよ。はい、すごいな。で、最近で言ったら、そのなんかルナ AI のドリームマシーンみたいな、知らん、今回これ使ったんですけど、もうすごいです、技術が。マジで僕びっくりしました。将来 AI に全部の仕事取られるという。そうですね、もう YouTuber も AI でええやんって。いや、ちょっと見よう。あれ、え、どうやって、レイクレが8年前から実はこれ全部 AI で。 AI だよ。怖い怖い。まあ俺、あの本体はもう地下でこう眠って、うわっ、なんでそれが地下で、俺たち本体は地下で眠って。なんで今回はあの画像があるんですよ、ある画像ね。これを、その先を皆さんに考えてもらうと。うわ、ちょっと待って、もうおもろすぎる、もう興奮してきた、やばい、興奮してきた、拡張してきた、やばい、拡張してきた。シェンロンにおもろい人間になるって願ったわけだ。あ、すいません、シェンロン。今回結構難しいですけど、ペロさん、いけますか？自信はあります。AI っぽい、 AI っぽい。まあまあ、じゃあ早速やっていきましょう。おい。ということで、今回、はい、一番成績が低かった人は、うん、AI 一発ギャグやりましょう。おー、令和やな。やりたくないですか？やりたくないよ。 AI 一発ギャグか、じゃあ脱退。脱退やろ。脱退やな。脱退やな。すごいな、お前ら。まあ、じゃあ第1問。はい、はい、第1問は、画像を見て、これ拡張させてます、範囲を。ほう、で、この拡張した部分を皆さんに想像して答えていただきたい。まず画像、こちらです、ドン。おら、うわ、懐かしいね、これ。あれや、イノシシの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 、うん。神、ランコもじゃん。違います、これ、ほんまや、これ、まだ多いやろ。これ、拡張させてます、範囲広げてます。はいはいはい。皆さんにはこの、じゃあ、ない部分を考えてください、どうぞ。まあちょっとつかみづらい方も一問目で大体わかると思う。こういうことなんだっていうの。質問いいですか？はい。この画像は変わらんもんな、このシーン。そうっすね、大体は変わんないっす。え、これ A じゃなくていいですか？どっちでもいい。文字でも A でも何でもいいですよ。先生、これって A じゃなくてもいいっすよ。文字でもあれでも何でもいいっすよ。文字だけで AI バグってるやん。バグ面白いやん。AI じゃないの、お前ら。お前ら AI じゃないので、これって結局文字。はい、皆さん書けましたか？じゃあ、てっちゃんからどうぞ。大谷がピッチャーをしている。わー、本当に似てる。まあまあ、ベタベタ。ペロさん、右端にダウンタウンの浜ちゃんが笑ってる。なんで？右端に？右端に、こっちに。なんで？結局、浜ちゃんこのやつばっか。なるほど。あー、トモヤン。でっかい球場が、はぁ、広がって、トモヤンがバッターボックスに立ってる。なるほど。はい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 。似てる方。どうでしょう。これ地下の様子で、はい、上で貴族がお茶してる。だから地下の作業みたいな。大事みたいな。上で貴族。考えすぎやろ、全員。誰言ってんじゃない。考えすぎなの、これ。まあ、トモヤン言っちゃ欲しいかも。トモヤンのてっちゃん。正解こちらです。どうぞ。
あ、そうなんだ。ほんまにそうなん。そうやね。すげえ。すげえ。野球しだす。出すやろ、マジで。野球しだす。まあ、トモヤン、まあ、ほぼ正解よ。まあ、でもポイントなし全員。惜しい。どっちかじゃない。野球しだすでええんや。第2問。あ、こちらの画像を、皆さん見えてない範囲ふっふっ広がりますので、どうなってるのかって話ですよね。いや、この頃は元気やったなって思いました。いや、知ってるね。さあ、これいろいろ想像できそうですよね。てか、なんか本来の写真も拡大したらどんなんだよ、これ本来の写真も気になるはい、皆さん書けましたか。はい。じゃあ回答、てっちゃんからオープン。宇宙、周り宇宙なって弱性の感情。丸の一部。そうそう、弱性ね。丸の一部で。あ、でもいい、いい、そういうことだよ。ペロさん。下の文字がこれ対面し頂戴になって、右隣からおばちゃんが対面しを与えてる。すごい理解早い。理解すごいな。わけ。飯頂ってことだよ。対面し頂戴で。お前や。クジャクの目が、全部ペロアイダスの地球で気持ち悪いよ。気持ち悪い、やめて。でもあるかも。うん、確かにね。あるかもしれない。見るに耐えへんけど、ちょっとあるかもしれない。どうでしょう。この首をギロチンした貴族がお茶しだす。お前の怖いね。お前の AI 怖いね。答えの方いきます。こちらです。うわ、でもちょっと、なんで、なんだ、ラメシチョウ、冷蔵庫、これって、誰が答えれん。第3問、こちら、こちらの画像を、どうなるのか、考えてください。結構あれやな、今までのやつ見てたら、回答短いな。あー、野球しだすとか、冷蔵庫なると思う。確かに、確かに。あ、わかった。そんなんなる。この企画そんなんなる。はい、皆さん書けましたか。はい。じゃあてっちゃんから回答オープン。警察が出てきてこいつ見ませんでしたか。はあ、すごいね。指名手配写真なんだよ。そう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 。はあ、さっきのその AI 息言ってるわ。フェロさん。ちょっと似てます。え、似てんの。右隣でコナン君が推理を始めている。AI 剣やお前。AI 剣って何。あ、これもう誰か。死亡してる。死亡してる。AI の剣ね、おるわ。トモヤ。膝から火出てる。AI 剣やお前。AI 剣って何やねお前。どうでしょう。はい、僕勝ちです。ゴールパフォーマンス。おお。なんか膝からこうサーンっていってる感じ。周りがね。答え。てん。え？何？生贄。生贄。俺でかっ。ちょちょ、なんで周りのやつ、なんか喜んでんの腹立つ。周りのやつ喜んでんの腹立つわ。ということで、第4問。ここからですね、画像があるじゃないですか。それが実際に動きます。十数秒の動画になってます、画像が。それがどんな動画なのかを答えてください。こちらです。おー、これがどうなるの。これがどうなるの。6つ。これが動き出すんや。この2人が動き出します。でもこれいけそう。もうベタにいっていいか。あ、まあ、今までの傾向とか考えたらどうなるか。皆さん書けましたか。はい。じゃあてっちゃんから回答オープン。テロアイがまず乳首の位置を当てて喜んでした。トモヤンはまあ微動だにせず。はいはいはい。あ、ペロ動いて動いてカウカウポーズになる。おもろいな。あこういう名詞多いっすね、ペロさん。確かに、ちょっとね。なんでそんな有名人出てくるの。トモヤ。ペロの指を、だからこうしてるでしょ。ペロの指を、トモヤがこう、うわーしゃぶり出す。実際にやらんでええよ。やらんでいいね。どうでしょう。いや、違う、ペロの指貸して。ペロの指をこう。今日やデカ会場でファッションショー。めっちゃ近い。これは負けられそうやん。ペロさんどうしてやつか。人差し指直さなってる。みんなやばいなってるやろな。じゃあ答え、こ
こちらです、どうぞ。女性と認識したんや。チューチューする、チューチュー、え、チューする。チューチュー、チューや、チューや、チュー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 や、どっちをした。愛し合うクロース。わー、これだって回答をテロとトモヤガを間違ってもさ。そうやね、だから女性にやってんな。そう動くんや。お、確かに、めちゃくちゃおもろい。まあ、この辺から皆さんも予測できるようになってくるんじゃないかなと思います。第5問、こちらの画像です。お、うわ、うしー、これはおもろいな。これは頑張ったら当てれると思います。マジ、まあ、マイク持ってますよね。はい、皆さん書けましたか。はい、じゃあてっちゃんから回答オープン。マイクがチュロスになってムサボる。おお、はい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 。ペロさん、どんどん引いてって周りに観客が出てきてライブに。なるほど。あー、まあ、ちょっとベタベタす。トモヤ、マイクを捨てて後ろの女の人に腰を振り出す、かっこ AI フリー。 AI フリー、これは結構関東かな。 AI フリー、どうぞどうぞ。はい、マイクがライトセーバーになってデカ女と戦闘。なるほど。ライトセーバーなりそうじゃん。あげようってね。今回いいんじゃないですか。それじゃあ答えの方こちらです、どうぞ。はい、そう、え、待って、来た、ちょっと来た、俺来たんじゃん。ちょっと来た、めっちゃ人気やろ。すげー、人気や、誰これ誰。ペロさん大正解。これ何人規模いるあるんですよ、やっぱヒントが隠されてるんで、なんか当てないことはないんじゃないかなと思います。第6問、こちらの方。うわ、ほんと、あー、こいつらね、あー、中学生、あ、高校生。さあ、お考えください、どうぞ。おもろいな。皆さん書けましたか。はい、じゃあてっちゃんから書いてオープン。と、まあ、リーゼント同士がこうぶつかり合って、その下に橋ができて、え、なんか要は中国とかで見るああいう観光地になる。なるほど。ここにあるやん、巨人が、はいはい、ってなってで橋があって、はい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 。ペロさん、すいません、ベタベタです。たかしが女になって愛し合う、出ました。あぶせ、あぶせ、あぶせ、来るんちゃうかなって。トモヤ、僕はベタベタです。周りにヤンキー現れてボコボコにする。はぁ、そういうのもあるね。まあ陰キャっぽいかなっていうので。あー、確かに確かに。どうましょう。僕もベタベタですね。回答2個あります。まず、一人は政治家、一人は極道のトップになって数年後再会する。なんでストーリーあったな。と、あと、ブレイキングダウン書類落ち。どうなんですかね。確かに大喜利じゃないです。こちら答えどうぞ。どうなるのか。え、ワになる。無理やろ、無理やろ、無理やろ、これすげえな。これ皆さん当てれませんでしたか。無理やろ。第7問、第7問はこちらの画像です、どうぞ。うわー、これどうなるか。これ誰、これ誰、これ一応ともやん。でもこれパソコンが結構効いてちゃう。パソコンもありますし、あ、まあ後ろの方に炊飯器とかね。はい、書けましたか。じゃあてっちゃん回答オープン。これね、夏目漱石になる。夏目漱石って一番有名な写真これなんですよ。はぁ、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 まあ漱石もね。なるほど。シャロさん行きましょう。はい、パソコンを閉じて、閉じて、なぜか急に道路が出てきて散歩を始める。はいはいはい、そういうみたいな。はい、エアっぽ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 いですね。はい、わかりました。トモヤさん、こうやってやってるでしょ。はい、こっからめちゃくちゃ頭かき出して、この顔で、はい、めっちゃチール。あー、はいはい、褒められてるよ、それ。ちょっと怖いですけど、あるかもね。どうしよう。僕も普通
デカオフィスで会議はい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 オフィスになってで、トモヤンが歩き出してこうやって言ってなこれわかりました。答えの方見ていきましょう。こちらです。パソコン閉じるでしょ。うわうわうわ誰これ。するとかでもこう答えでしょ。 OK してましたよ、もちろん。ここまで来てニヤニヤするだけの方やから。そうやだってさっきまでさ、ワニになるっていう160キロストレート来てチェンジアップすぎるわ。確かに、確かに、確かに。チェンジアップすぎるわ。第8問、まあ、有名なね。来たこれね、有名な。これ、これ、これ有名なソットあるじゃない、これ。出回ってますよね。食い券やった、食い券やったね。食い券やった。食い券ないよ。ヒントいります、もしかして。もらえるの。ヒントもしもらいたいよ、そりゃ。まあ、特大のやつあるんで、ちょっと言おうかな、さすがに。おー、OKOK。 実はこの画像を読み込まして動画化するっていうのには文章も打てるんですよ。はぁ、言うたら若干の指示ができると。で、今回この画像では僕暗い、泣く、英語で指示するんで、はい、暗いっていう単語だけ入れて動画化しました。これでどうなるのかっていう。あ、皆さん書けましたか。はい。じゃあてっちゃんから。泣きすぎて湖ができて後の琵琶湖の父の銅像としてまつられる。はい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 。確かにな。いやでもいいいいっすよ、そういうことです。はいはい、どういうことや。はい、泣き顔になって涙を拭くときにメガネが邪魔になってラガンになる。なるほど、はい、細かい。シンプルっす。あ、これ AI 件ですわ。葬式が始まる。はぁー、はぁー、服装とか。あー、これが聞いていって周りに、うわー、人がおって葬式が始まる。葬式の時に政府でいってるから。そう、てっちゃんを殺すなよ。あれ、じゃあドーバさん回答どうぞ。いや、これ空やと思う、背景が。だから、天国へ向かう途中。天国へ向かう途中、自分の死体を見て泣く。下にも持って出ちゃう。なるほど。めちゃめちゃ殺してる。じゃあ、正解こちらです、どうぞ。どうなんだ、とりあえず。え、あ、まあ、そうやな。あ、あ、指輪じゃん。泣きそう、泣いた。よっ、あになると、全然違う。まあ、裸眼になるってプロやしくじゃ、はい、0.5 点かけます。じゃあ、いや、これはすごい、すごい、裸眼だもんね。残すとこあと2問。はい、はい、第9問の画像はこちらです。どうぞ。うわ、いやー、じゃあってことはやんな。じゃあってことはやんな。ってことはやんな。ってことは俺の就活の時の写真ね。撮りたない。めちゃくちゃ高性能。めっちゃ綺麗やな。パネル詐欺や。パネル詐欺。パネル詐欺や。これ、あれヒントもらえないですか。ヒントあげましょうか。お、暗いみたいな。この画像と一緒に僕はスマイルと打ちました。スマイルで笑うと。はい、皆さん書けましたか。じゃあてっちゃんからどうぞ。笑いすぎて口が裂けてポストになる。はぁー、ひいきり口。うん、もうこういう感じになるんちゃう。君 AI やん。ペラさん引いてって引いて太陽が出てきてカンカン照りになって笑いながら溶ける。はははははなぁみたいな感じ。青空みたいな。そうっすね。確かにさっきも空でしたからね。トマヤさん、僕はあのこれ結構ペロさん色白いんで、さっきと逆で笑いすぎてあげんと綺麗な白人になるんだろう。逆パターン、ね、逆パターン、確かに確かに。どうしよう。僕はもう平和です。芝生の上で歌を歌ったらそこら中で花が咲き誇る。あー、あー、歌ってたらブワーって花が、ディズニーっぽいですね。平和やな。さあ皆さん回答ありがとうございます。答えどうなるのか、いきます、どうぞ。芝生で行け、芝生で。どうなる、まあ、芝生で行け、芝生で行け、
とりあえず笑うよ。うわ、笑うな。笑ってる。笑ってる、笑ってる。笑ってる、笑ってる。あれ？え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 ？そやろ？え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 ？お前誰かよ。 AI もう大体どんなんか全部分かりましたよね。分かりましたよね。今日の総括最終問題、今ポイントどうなってます？俺ゼロ。ゼロ。 1.5。 ゼロ。じゃあ、最後の問題、一番遠かった人が回答から、はい、一発ギャグで、はい、今の時間やったもう。はい、はいはい、最終問題、はい、こちらの画像です、どうぞ。お、うわうわぁ、いっぱいね、でかい写真。うわぁ、薄いわ。からんでもないけどな。これなんて売ったかとかはちょっと教えてくれ。これはね、ごめんなさい、売ってないんですよ。あ、売ってない。売ってない。文字なしでいきましょう。ガチロ。はい、皆さん、じゃあ最後の問題かけました。はい。お、もういいですね。じゃあてっちゃんから回答どうぞ。だいぶ乖離してるんですけど、急にティラノサウルス出てきて食べられる。なるほど。こういうのもあるんちゃうかなって。ワニとか出てきたからね。そうそうそう。ペロさん、格好でちょっと判断したんですけれども、全員デカなって力士になるみたいなね。あー、もうでも基本中の基本じゃないの。そうじゃないのっていう。ごめん。はい、まあ合体してでっかい赤ちゃんになる。ああ、そっちか。すごいな。まあまあ服装的にはそうか。もうガチですいきます。全員ハイハイしてそれぞれの親ももプレイ。そんなことできんの？いや、分からん。親が出てきてなんか保育園になるみたいな。わかりました。皆さん答えいいですか？皆さん準備いいですか？はい、いきます。最後のこの写真どんな動画になってるかいきましょう。どうぞ。うそやろ、うそやろ。え？ちゃうか。なあ、こいつ、たかし。なあ、こちらだ。